アイバー・マウント・バッテン教は、イギリス女王エリザベス2世のみとこ。2016年に、抗議のイギリス王族として、初めて両性愛者であることを公表した。また、2018年には同じく抗議のイギリス王族として、初となる、同性婚をした。父は、ミルフォード・ヘイブン公爵デイビッド・マウント・バッテン。母は、戦災のジャネット・ブライス。兄は、 第四代ミルフォードヘイブン公爵、ジョージ・マウント・バッテンである。祖先には、ロシア帝国の女帝エカテリーナ2世やロシアの詩人、アレクサンドル・プルシキンがいる。また、ビクトリア女王のコンマ語であり、同女王とヤシャ語のエリザベス2世の三重帝である。祖父の姉アリス・オブ・バッテンバーグは、エジンバラ公、フィリップの母であり、重帝の関係にある。また、エドワード王子と、同人。 ソフィーの娘、ルイーズ・ウィンザーの恐怖である。1994年4月23日に、コリングラハム・トンプソンとローズマリー・ベル・エドワーズの娘ペネローペアンヌ・ベル・トンプソンと結婚した。しかし2011年に離婚した。その間に3人の娘がいる。アイバーと妻は2010年9月には別居し、翌2011年11月離婚した。二千十六年には、 航空会社のキャビンサービスディレクターのジェームズ・コイルとの交際を公にした。彼はイギリス王室の生員ではないが、抗議のイギリス王族として、両性愛の性的思考を公にした最初の人物となった。アイバーは2018年6月にコイルと結婚することを発表し、2018年9月24日に結婚したことをインスタグラムで公表した。ありがとうございます。